不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。建物が傾いて重なり合っています。入居者の生命の危険を及ぼすような状況になっている。震災被害を受けて大規模な被害レベルの傾きになっている。あの傾き直すのは本当に千万単位だからね。大阪市内にあるこちらのマンション、2年前ある問題を抱えていることで話題になり、テレビや新聞などのメディアで報じられた。通称ハの字マンション。隣り合う2棟のマンションがハの字状態に倒れかかり、お互いを支え合うように立っているのだ。これは2年前にこのマンションを写した写真。建物が倒れかかり、ベランダが隣のマンションに今にも接触しそうになっていることがわかる。建築調査の専門機関が平成25年に作成した報告書では、最大で1メートルあたり 15.6 ミリの傾斜があることが確認されたというこのマンション。現在の姿はどうなっているのか、現状を探るとともに、ハの字の原因や危険性などを3名の専門家に取材、問題点を調査した。ハの字マンションの現在の姿を確認するべく、楽町スタッフは大阪に向かった。2年前も問題になっていたベランダ、上層階に行くほど2棟の建物の間隔は狭まり、ベランダが今にも接触しそうになっていることがわかる。マンションが倒れた勢いで屋根が潰れてしまっていることも確認できた。物件の裏側に回ってみる。すると、建物が傾いて重なり合っています。2年前から何も変わっていないということでしょうか。2年前の状態から特に変化が見られないハの字マンション。そもそもなぜこのマンションは倒れてしまったのか。その一因とされているのが、このマンション一帯の地盤の弱さ。地盤や地質の調査を30年以上行ってきた太田さんに詳しい話を聞いた。ハの字マンションのあったところというのは、1万年よりも新しい時代に大量の土砂が溜まって、それで表面が平坦になった場所です。そういう堆積物を沖積層と言いますから、沖積層が作る平坦地なので、沖積平野とか沖積低地とかいうような表現をします。大阪市内で言ったら、上町台地以外は沖積層が厚く溜まってるというふうに考えていただいたらいいですね。以前この城東区の辺も多分海だった場所ですよね。ですから、そういう堆積物がたくさん溜まっています。沖積層は硬い地盤の上に河川から供給された砂、泥が堆積してできた地層。重量のある建物を建てる土地としては非常に軟弱だ。このような土地に一定規模以上の建物を建てた場合、その重さで建物が傾いてしまうことがある。そのため、こうした土地では通常地中に長さのある杭を埋設し、支持層と呼ばれる硬い地層まで到達させる必要がある。柔らかいということは、家の重さが均等であれば問題ないのかもしれないんですけど、家の中には重いものを置いてたりいろいろしますよね。そうすると荷重も均等ではないので、下が柔らかければその分重い方が沈んでしまうと、不動沈下が起きるということですね。そういうリスクは常にあります。それから地震にもとても弱いですね。液状化をしやすいですし、沖積低地のいいところは平たいので生活しやすいっていうことはもちろんありますけども、地盤としては決して良くない地盤なので、様々な問題が出てきますね。重量構造物になりますから、回数も多いので、直接基礎はとても無理だと思いますから、杭基礎をしているはずですね。それで下の礫層とか、沖積層の下にある
鉱石の歴史とか、そこまで杭を入れてその上に建てるというのが、まあ、一般的ですね。その工事に問題はなかったのか。数々の問題物件を調査してきた一級建築士で建築 G メンの会の理事長である大川さんに聞いた。杭を支えてくれる支持層、そこまで杭が到達していない可能性がある。二棟の接近しているエリアの杭がしっかりと支持層に食い込んでないと、長さが足らなかったというようなことがあるんだろうと。柱石層の下にある支持層は平坦ではなく凹凸や傾斜がある。それを見落としていたり、支持層に届く長さの杭を打ち込めていなかったりすると、建物の一部が地中に沈み込み傾く不動沈下と呼ばれる現象が起こってしまう。もともとの設計の段階でもその地盤調査データの取り方に不足があったんではないかというところがある。本来ならばこの程度の規模の建物であると、まずは地盤調査をして、それに杭打ち計画をするわけですよね。でそういうところがしっかりと計画されてなかった、あるいは敷地全体で杭打ちのためのデータですね、そういうものをしっかり取りながら杭の長い深さを決定していくのだけど、それぞれのエリアごとに支持層の深さが違ったりねすることもあるから、データが少ないとそれが、まあ、全然その測ってないところが実は これは平らだ、こっち側に高く低いがあったとなると、ここのところが下がることも考えられる。やっぱり見えないところですから、余計に神経使ってやってもらわないといけないってところですね。杭の工事が不十分だった可能性があるこのマンション。50室から60室の居室があり、今も人が住んでいる様子がうかがえる。被災した建物を評価する応急危険度判定で最も危険な C ランクと診断されたという報道もある。このまま人が住み続けることに危険性はないのか。住んでていいのかっていうと、住むべきでないっていうような評価も出てる。この状態っていうのは結構問題だ。問題だと思います。これが地震の時にぶつかり合って壊れてる、これに自然に沈んだことによって傾いてこういうふうにぶつかり合っている、相当ひび割れも見えてるしね、壊れるんだと思うんですよね。これは地震の時どうなるかというと、一旦離れもするし、またさらにぶつかり合うこともあるから、そこで鉄筋コンクリートの建物がぶつかり合って壊れると、その衝撃でさらに他の部位が壊れたりっていうこと、建物の破壊にどん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 つながっていく、壊してまともな建物を作り直すというのが土地利用としてもねよろしいんじゃないかと思いますけれど。修繕でなんとか傾きを戻すというのは難しいんでしょうか。なかなか難しいでしょうね。原因が特定できてないから、まだ特定できてないと思うんですよ。地盤調査し直して杭の震度もそれなりに調査すればわかるかもしれませんけど、建物が外から見てもぶつかり合って、そういう状況でその貸し続けてるってことにちょっと問題を感じますね。事業主としてやっぱり建築技術的に問題があって、それが入居者の生命の危険を及ぼすような状況になっているっていう認識を持っていただく必要があろうかと思います。初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら、楽町相談室。楽町で検索。さまざまなリスクを抱えるこの物件だが、今も部屋の一部は賃貸ポータルサイトで月額 1.5 万円の賃料で入居者を募集している。このような安価な賃料で高い収益が得られているとは考えにくい。修繕や解体に多額の金額がかかると見られるが、オーナーはどのような状態なのか。そこで話を聞いたのは、
一級建築士で8棟28室を所有する猪俣清さん。不動産投資コンサルティング会社を経営する猪俣さんは、講演などで建築に関するトラブル事例を伝えるため、全国の問題物件を訪ね歩き調査を行っている。猪俣さんは2年前にこの物件を訪れたことがあるという。実際にご覧になっていかがでしたでしょうか？あの不動賃貨のね、前のは不動賃貨って言うんですけど、建物って、ね、まあそれはね、いろいろ見てきましたけど、結構大変な感じがするよね、特にこうだからね、中古の場合のね、許容の傾きってね、1000分の6なんだ。新築は1000分の3、ね、それで、それね、いろんな傾きの許容範囲っていうのはいろんな物差しがあって、あるいはあの震災をね、震災を受けて、それであの被害のね、あの保険会社にね請求したりとかあるでしょ。でそれであそこの傾きはね、その1000分の6どころか、あと震災被害を受けて大規模、な被害レベルの傾きになってる。そういった場合に、まあ、一つは建物ごと直す、建物もう立ってる沈んでるやつをさ、ジャッキアップしてさ、ね、でそれで、支持層まで杭を入れ直してさ、追加で入れてさ、ね、それで、地盤改良やってミルクコンクリート流して、ってなると、普通の30坪ぐらいの木造住宅でも600万とか700万かかるからね。でこれだけの規模の RC の建物、それやったらね、何千万かかわからないもん。見積もり取ったかどうかわからないけども、あの傾き直すのは本当に1000万単位でかかるからね。 RC の建物をね、維持するにはそれなりの賃料が取れないと維持しきれないんだよね。1万5000とか2万円の家賃で、あの RC のあの規模の建物を維持するっていうのは、ね、結構大変だと思う。でそうするとどういうことが起こるかっていうと、維持管理コストは捻出できないから、そのまま何にも手つかずのままでずっと来ちゃうんだよね。すると建物は、建てた時の性能が100だったとしたら、だんだん劣化するからね、だんだん古くなっていく。それ直さなきゃいけない、ね、お金かかるでしょ。でそれがまた劣化していく、ね、また直さなきゃいけない、元の性能に戻すにはまたもっとお金かかるでしょ。まただんだん、あのボロくなってくるじゃん。でそうすると、その間には、ね、社会的欲求性能ってどんどん上がっていくから、もう20年前30年前の使用設備では、ね、今時借りる人いないよって話になるんだ。そしたらそれをまた戻すためにはまた金がかかるんだ、ね、ってなったら、適正な賃料が取れないと、ね、しかもそれは建築コストに比例するから、ね、だからそれなりに賃料取れるところでないと、最初は良くても後から大変なこと、ネガティブなスパイラルに巻き込まれたままになっちゃうし、ね、それやるとしたら結局は結構な金かかったね。すると、資金的な余裕がない人がやるとそこで飛んじゃうんだ。多分ね、オーナーはどうかな、どうしようと思ってても手の打ちようがないって感じになっちゃって ね、それだけコストかかる、ね、でも金ないね、でもやんなきゃ、訴えられたらどうしよう、でもまた訴えられてないからっていうような感じの堂々巡りになっちゃってるんじゃないの。売ることもできないし、直すこともできないし、ただ朽ちていくのをね、指をくわえて見てるって感じになっちゃうんじゃないかな。入居者の安全性にも関わる今回の事例。適切な住環境を提供するために、建築時や定期的なメンテナンスでしっかり調査を行うことが重要だ。